新潟の古民家を改装して別荘を作ったことなんですよ。一応その場所が雄山っていう場所なんだけど、古民家を、まあ、民泊化させていく。チャンネルのテーマとしては大人が住んでる古民家コテージを山遊びみたいなものができたらさらに。こういうことだ。テコの原因これ。やっと。こういうこと。そうなんだ。ここが。これが本当は作ったものなんですよ。このラインで行こう。ここ切りたいな。こっから。切れないもん根が。はい、ごさて。ユーザンです。MC させてもらいます。なおです。で、今回のプロジェクトリーダーの発音です。よろしくお願いします。今回。初めてなんで、はい、自己紹介だけ僕させてもらって、はい、お願いします、ね、はい、渋谷で一応バーの経営をさせてもらってます、あの高橋奈緒と申しますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で今回のそのプロジェクトリーダーの、はい、一応このユーザーの持ち家を持っている息子でございます、初男です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、初男さんですね。はい、発音です。はい、これ僕何も分かんない状態で今ここにいるんですけど、いや本当にどういう状況本当急にね、すいません本当に、やっていただいて、どんな状況かっていうと、はい、まあ、今やってるのは、とにかく家の片付けです断捨離的な、断捨離的な、まあちょっとまず家にも入れない今状態だったんで、ですよね、はい、これもう入り口の手前とかですかね、はい、とにかくですね、約15年間この家を放置してたんですよ、はい、はい、でも立派ですよね、すごい大きいお家ですけども、はい、でも本当とにかく草木も、はい、草木も成長が激しいもの草木も成長が激しい言います言います言います、黒の食器は漆塗りの、はい、漆塗りの椀があるの、はい、で黒は中に蒔絵が入ってれば高級品 で、はい、で赤は祝儀用なの でその中の絵があるかどうかで価値がコンプリートされる。これは湯たんぽだよ。あ、湯たんぽですか、うん、お湯入れるんですか。そうそう、お湯入れて布団の中に、はあ、で冬ほらあったかい、一つ一つの高そうだなって、うん、これもすごくおしゃれですもんね。これは大したことない。これはね、田んぼに使う、これを田んぼで耕すやん、これをコロコロ転がすと、このマス目が後ついていくわけ、はい、でそのこうなったとこにこうやっていく、それをこうおしゃれにでライトにした、はい、おしゃれ、すごい。5月12日金曜日15時お昼ご飯後の作業開始です。こちらのお父さんはですね、はい、うちのお父さんとお母さんと一緒にこの最初にこの家を改装した時に、うん、手伝ってくれた初期メンバー、初期メンバーまあ、それで1代目ユーザーのメンバーですね、まあ、初代のメンバー、今回は2代目ユーザーの、はい、2代目ユーザーって何なのかなと思ってたんですけど、はい、そういうことなんですね。初期がいるから初期、ね、はい、これもまた何をするんですか。これ第エピソード1とかで、ね、なんかやってましたね、この早送りで、早送りシリーズね、今のね草を、そう、草、また草買ってるでしょ、買ってるっていう、はい、とにかくすごい根なんですよ、ここが本当に根がすごいっていうのは、それはあれですか、その雑草がすごい、雑草の、雑草とこう入って、はい、抜くだけだったと思うじゃないですか、うん、15年も経つとこの根だけで、うん、もう入んないんですよ、鎌が太くなっちゃう、太くなっちゃう、太すぎちゃって、でもそれを切ることすらままならない、もうそんなその辺の華奢な女の子はできないぐらいの力仕事になってくる。ここずっとアスファルトは今こう出そうとしてるんですけど、はいはいはい、道の上にだからもう土も根とかもちゃっと、そう状態だと15年間アスファルトだったところに、そう、自然もう風化したんですね。そうそう、全部それが、うん、早くないですか。早いですよ、急に文明の意味が早くないですか。もう前半
4時間から5時間ぐらいでこれは無理だと思って隣のお父さんに相談したらすぐ来てくれました。お父さん、隣の 近所の隣のお父さんは、はい、あれなんこのなこれブルドーザーって言うんですよ、なんて言うこれは、はい、あのユンボショベユンボユンボ、はい、ショベルカーショベルカーみたいな、そうユンボっていうらしいです。ユンボっていうのはメーカーの名前です、はい、あ、これこの機器の車両の名前ユンボという。ユンボっていうのは基本的には色はこの色なんです、はい、あ、これはね、久保田さんのユンボ。久保田さんっていうメーカー、うん、あの、かの有名な久保田さんっていうメーカーの、はい、で優秀なメーカーさん。そうですね、そちらはやっぱエメラルドグリーンが メインカラーなんでね。だいぶ早いですもんね。さっき手作業で、もうあの約半日かけてあの小さいところがもうほとんど、うん、もう一瞬で、そうまだ日も暮れてないですもんね、一回もね。なんかこれ多分24時間内に行われてる話ですよね。凄まじい力を持ってますね、運命の力ってすごい。これ見てこの見てこんなに綺麗に出てきましたね。アスファルトですか、これは。これずっとアスファルト、道路がこう下が土になる、車が入っていけるようにこう、アスファルトが2本こう入ってたんですよね。舗装されてた、舗装されてた道がやっと出てきました。やっとこの裏口に入れるルートを確保しました、ここで。この裏口まで行くと何があるんですか。裏口に行くと、あの、お勝手口っていうんですか、お勝手口、はい、台所のお勝手口があって、はいはいはい、そこがこう、まあ、2つある1つの入り口なんですけど、そこにもう木が生い茂ってたんで行けなかったんですよ、はい、お勝手口ってあれ、僕もなんかおじいちゃんとかおばあちゃん家にあったんです、はい、あれって何で使う入り口なんですか、出口なんですか。まあ、やっぱりゴミとかをなるほど捨てやすい、バックヤードそのやっぱりね、なるほどなるほど、そうやっぱ、正面口をちょっとね、お客さんの入り口なので。おお、ちょっとジブリっぽくなりましたね。こんなのがあるんだ、これを使えばあのスマホもまだ大切にしてもらえよ。このまま捨てられてしまうのかな。うわあ、それ持ち主さん、そういうことだったのね。送ってくれてありがとう。不要なスマホを郵送で簡単買取、ウルトック。まずは買取価格をチェック。はい、ゆうさんです。2代目ゆうさんです。コミュニカーグランピング建設中、チャンネル登録よろしくお願いします。